も世界で一つしかない職業かなと思うんですけど、完全紹介制のパーソナルジムなので、自分の人生責任を持つことが一番僕は大事かなと思ってて、男性の美っていうのをなんかコンサルしてもらってるっていう。お願いします。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。では最初に自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。はい、牧誠治と申します。出身は大分 で大学からこっちの大学出てきて、まあ、青山学院大学に4年間通って、そこから新卒で JTB の法人営業をやってたんですけど、まあ、そこを4年ぐらいで辞めて、今ビーツ株式会社っていうところで採用担当と営業をさせていただいて、一応マネージャーという形でやらせていただいてます。ありがとうございます。ビーツはどういった会社なんでしょうか。ビーツは、まあ一言で言うとちょっと難しいんですけど、脈系フィットネス会社っていうちょっと珍しいタイプなんですけど、まあ一応パーソナルトレーニングジムを今店舗で約10店舗やってて、代官山の方にジム&サウナっていう、まあ、パーソナルじゃないジムが1店舗、まあ、そういった形でフィットネス事業を展開してる会社なんですけど、脈系っていうのが ありまして、まあ、本当にめちゃめちゃ追い込むトレーニングなんですね。本当に死を感じるほどに追い込むっていうトレーニングをさせていただいてて、30分っていう短い時間なんですけど、もう本当に死ぬんじゃないかってぐらいめちゃめちゃきついトレーニングをするフィットネス事業としてやらせていただいている自分になります。なるほど。どんなサービスなんですかね、パーソナルの方は。サービスとしては月額3万3000円で、通い放題で、店舗が今先ほど言ったように、10店舗都内に展開させていただいていて、まあ、どの店舗でも通い放題という形でやらせていただいている、まあ本当にエンさんと同じようなサブスクの、パーソナルトレーニング事業のふうになってますね。なるほど。代官山のジム&サウナの方はどういったものなんでしょうか。はい、月額1万3200円で、通い放題になっていて、普通の、まあ、ジム、まあ、エニタイムフィットネスとかそういった普通の、まあ、大衆の、トレーニングジムプラス、サウナがついているという。でそのサウナが、最大110度。まあ、体感僕としては120度ぐらいあるんじゃないかっていうめちゃめちゃ暑いジムと、水風呂がなんと9度っていうめちゃめちゃ冷たいサウナがついてるっていう、まあそんなジム&サウナを代官山、もう本当に大股2歩ぐらいのところにあります。大股2歩。はい僕も1回使わせていただきましたけど、はい、めちゃめちゃ暑いですよね。そうですね。早く渋谷にもできてほしいなと僕も思います。頑張りたいですね。はい、そんなそのフィットネス事業をやられてる会社で、マキさんは営業をやられてる。そうですね、はい、今は営業をやりつつ、採用担当、まあ、マネージャーという形で営業マンのマネージメントと、まあ、自分でも、営業をしているっていう感じになります。あんまりフィットネス系のジムとかパーソナルトレーニングで営業ってあんまり聞いたことないかなと思うんですけど、うん、どういう感じなんですかね。そうですよね、はい、本当もう世界で一つしかない職業かなと思うんですけど、まあ、パーソナルジムの、まあ、ビーツの営業のことを僕らはアーミーっていう、名前をつけて、まあ、アーミーとして営業をさせていただいてるんですけど、名前がもうアーミーっていう名前なんですけど、完全歩合の、フルコミッションの営業マン、まあ、約15名ぐらいいるんですけど、もう B2C でビーツのパーソナルトレーニングを組んでいただける方を、まあ、探して、で B2C として営業して、まあ、うちのビーツが本当に完全紹介制のパーソナルジムなので、紹介営業をさせていただいているっていう、まあ本当にプロフェッショナルの営業集団ですね。紹介をいただくって、まあ、僕たちもこう店舗でやってるんですけども、なかなか難しいじゃないですか、はい、それをしかもジムでやられてるってことなんですけど、うん、紹介をいただくってこうどうですか、やっぱ難しいですか。そうですね、本当に普通のパーソナルトレーニングジムの話になると、普通のパーソナルジムってやっぱり広告で営業をしているのが多くて、まあ、本当にインスタグラムのストーリーだったりとか、フェイスブックだったりとか、ツイッターで広告が出てくるっていう形で集客しているパターンが多いんですけど、まあ、ビーツに関しては本当に、そういった広告一切なしでやらせていただいてて、まあ、僕は逆にすごくやりやすいなっていうふうに思っていて、パーソナルジムって嘘をつけばつくほど集客ができるっていう、3キロでこれだけ痩せましたっていうビフォーアフターを見せたりとか、まあ、あとはこれだけやってれば痩せますっていうことを言ったりとかすることによって、嘘をつくことで集客ができる
まあ、本当にあんまりよろしくない業界だったんですけど、本当に信頼がない、まあ、業界で、ただ嘘をつかずに信頼だけを重視して、まあ、営業することでもう差別化することができますし、まあ、信頼を重視して営業すれば紹介が生まれる。僕としてはそこまで難しいものではないかなというふうには体感としては思ってます。最初の話にちょっと戻ってしまうんですけども、最初この JTB という大手の企業を辞めてこうビーズに今いらっしゃると思うんですけども、辞めるきっかけとか、なかなかこう大手企業を辞めるっていうのは難しいことかなと思ったんですけども、うん、そのあたりと聞かせていただいてもよろしいでしょうか。どんな会社に入っても30歳まで頑張れば1000万とか2000万とかめちゃめちゃ稼げるっていうふうに思ってたんですけど、実はそういう世界ではなくて、あの人は果たしてあの窓際で毎日来て何をやってるんだろうみたいな50歳のおじさんが僕の何倍もお金をもらってるっていう、若手のめちゃめちゃ頑張ってるやつよりもなんか窓際でサボってるおじさんがお金をもらってる。でそう思ってた時に、やっぱり僕も何かしらになりたい、何者かになりたいと思って、まあ、たまたま本当にビーツを見つけて、なんで見つけたかっていうと、ミリオネアっていう記事がありまして、あの月収100万円稼ぐとそのミリオネアといってこう表彰されるっていう記事 でそれがまあビーツが出してた記事だったんですけど、でそれに載ってたのが、まあ、今一緒に働いてる仲間の記事 で僕より1個下で同じように4年生の大学を出て同じように部活を頑張ってた、で同じように最初は会社員になって今はビーツで働いて100万円稼いでるって、もう僕の4倍も5倍も稼いでるっていう記事を見てめちゃめちゃ悔しいなと思って、でその彼に対して悔しいんじゃなくて、自分自身なんかパチンコ行って会社サボってなんか会社に嘘の申請をしてで仕事やってますっていうふりをしてパチンコしたりとか筋トレしたりとかサボってる自分がめちゃめちゃ情けないな、情けないなっていうふうに思って気づいたらビーツに入ってたっていうのが、まあ、経緯ですね。結構みんな言う言葉がこう自分の人生に責任を持つっていうのをこうきっとビーツの中での教えというかみんながこう守ってるものなのかなと思うんですけど、そのマーキさんだったりこうビーツの中で自分の人生に責任を持つってどういうことなのかなと思ってお聞かせいただきたいなと思います。はい、ビーツには三か条というものがありまして、自分の人生責任を持つこと、人を喜ばせること、愛されることっていうのがあるんですけど、まあ、本当に自分の人生責任を持つことが一番僕は大事かなと思ってて、やっぱり日本で生きてるとどうしても他人のせいにしたくなることがめちゃめちゃ多いんですよね。まあ、会社員で働いてた時も僕もそうでしたけど、給料が少ないだの、なんか税金がいっぱい取られる国のせいだとか、まあ、あと会社に遅刻するときに電車が遅延して JR のせいだとか、もう本当に人のせいにすること、まあしようと思えばいくらでもできるんですけど、結局その会社に入るって決めたのも僕自身ですし、会社に通うのにも、JR を使うっていうのを決めたのも自分自身ですし、結局全部自分の責任に落とし込むっていうのが、まあ、結局プロなんだなっていう、もう言い訳しようと思えばいくらでもできるんですけど、まあ、そういった中で全部自分の責任として自分の人生責任を持つ人が、まあ、結局全部うまくいくよねっていうのは、ビーツの3か条の一つ目としてみんなが大事にしてることかなというふうに思いますね。今後のビーツはどのようにこう展開していくというか。そうですね、本当にビーツができた経緯としてはやっぱりその、まあ、自分の人生責任を持つっていうことにつながってきますけど、日本って本当に人のせいにしたりとか、動物の中で人間だけが劣ってる部分っていうのが先延ばしにしてしまうっていう物事で、なんで先延ばしにしてしまうかっていうと、自分が死ぬってことを分かってないからっていう、やっぱり発展途上国の人たちもう本当に道を歩いてたら銃を突きつけられたりとか、ナイフで刺されたりしてしまうっていう、そういう発展途上国の人たちって死が隣り合わせにあるからこそ命をもっと大事にして命を最大限に使ってチャレンジングに挑戦的に夢を追うことができるんですけど、日本人ってやっぱりそういうことがないので、そういう経験をしないので挑戦的になれないんですね。結局全部先延ばしにしてしまったりとか、他人のせいにして言い訳をして何も始めらずに結局、死ぬ間際になって、 あれもやっとけばよかったな、あの時挑戦しとけばよかったなって思って死んでしまうっていう、本当に逆に不幸な人たちが多いっていう、
そういう人たちのためにビーツで死を感じてもらって、挑戦的になってもらって、もっともっと日本人がチャレンジングに、もっともっと挑戦的になってもらうためにビーツっていうのがあるので、僕らとしてはもっとビーツの店舗を展開して、日本中にビーツを届けて、生きてることって当たり前じゃないんだよ、自分自身責任持って生きようぜっていうことを日本に広げるために店舗展開、それから、ビーツの営業マンの採用、それから営業マンの、まあ、営業の拡大っていうのを今後はしていこうかなというふうに思ってます。ありがとうございます。ここからは円の話になってしまうんですけども、はい、実際に牧さんが円に来てサブスクのカットを始めて、こう髪を切るだったりとかリビオスに行くっていうことの考え方って結構変わりましたか？確かこう来る前って僕の記憶だと1000円カットに行ったと思うんですよね。そうですね。そういう方がこう実際円のサービス受けてどう思われたかなっていうのちょっと気になってて、はい、いやもう180度変わったかなと思ってて、もうおっしゃる通り僕1000円カットにずっと通ってて、まあでも1000円カット通ってたのはもう美容室の考え方としてやっぱり男性は、僕は2週間、まあ、最低2週間に1度はまあ通わないといけないかなっていう考えがあったので、あの1000円カットで、まあ、あの2週間に1回通えばいいかなと思ったんですけど、もう切る人が違うんで毎回、もう僕当時なんか本当パイナップルみたいな髪型だったと思うんですけど、髪型だったりとか、まあ、美っていうものをコンサルしてくれる方がまあいなかったっていう、まあ、そんな中でご紹介いただいて、まあ、園に来て、まあ、髪ももちろん脱毛もしてもらったりとか、男性の美っていうのをなんかコンサルしてもらってるっていうのが美容院なんだなっていうのはイメージとして変わったかなと思います。すごいいい表現ですね。いただきます。初めて聞きましたね。それいいですね。はい、あ、ありがとうございます。いや嬉しいです。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。最後になんですけど、縁の店名はご縁の縁から来てるんですけども、牧さんにとってご縁とはお言葉をもらってもいいでしょうか？はい、縁っていうのはなんか僕の中では運命とか、僕らの力では抗えない、まあ、運命だったり定めみたいなのがすごくあるのかなっていうふうに思ってて、人ってやっぱり出会うべくして人に出会ってるっていうふうに思ってて、何か災難なことがあった時もそれは神様が与えたものであり、絶好のタイミングでそれは来たんだぞっていう思ってますし、何かすごいチャンスが来たとしてもそれも絶対神様が与えてくれた絶好のタイミングで自分の目の前に与えてくれたものなんだなっていうふうに思ってて、やっぱり生きてることって、まあ、先ほども言いましたけど当たり前じゃなくて、もう全てがやっぱりありがたい出会いだったりとか、まあ、何かチャンスが訪れることだったりとか、何か災難が起こることも全部本当に生きてるからこそ味わえることであったり、日本っていうこういう恵まれてる国に生まれたからこそ味わえることだと思うので、まあ、そういう出会いだったりとかチャンスっていうのは全部当たり前じゃないなと、今こうやって生きてることも、仕事できてることも、会社員として会社に行けてることも、ちゃんとこうやって命を授かって生まれたことも当たり前じゃないんだな、ありがたいんだなっていうふうに思える、縁をありがたいって思えることが何かこう生き方として僕はすごく大事なんだな、なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。